キンプリ5人体制最終日。平野仕様バイバイ。高橋山これからも友達としてどうぞ、よろしく。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。アイドルグループ、キングピンス和平野仕様26、岸優太27、 神宮寺ゆ太25が22日をもってグループを脱退し5人での活動を終了する。23日からは長瀬恋24と橋山24の2人体制となる。平野と橋はこの日有料のファンサイトの個人ブログでコメントを発表した。その瞬間が刻一刻と迫る中、午後10時に神宮寺と長瀬が さらに午後11時には平野と橋が有料のファンサイトの個人ブログでコメントを発表した。平野は2012年にジャニーズ事務所に入所してからの約11年を振り返り、いろんな景色を見れましたね。いろんな俺らを見てくれましたね。めちゃくちゃ楽しかったね。と言いティアラと過ごすコンサートが間違いなく俺の中で一番楽しい仕事でした。と、コメント。 明日からキングピスじゃなくなると思うと、めちゃくちゃ寂しいよなジャニー、北川前社長、さんがデビューさせてくれた最後のグループだしね、などと心中を取ろ。最後に、じゃあそろそろキングピスとも別れかな。キングピス、バイバイ。などと印るし、別れを告げた。 橋はファンには少しでもみんなの心に寄り添って手を繋いで心の底から笑顔にできるようにアイドルとして生きさせてください。と挨拶。クラックを共にしてきたメンバーには、章、岸くん、ジーンはこれからも友達としてどうぞよろしくお願いします。角は手を取り合って仲良くお願いします。と綴った。最後に笑顔で送り出せそうでよかった。章。 キシ君、ジン、レン、元気キ君、キングピンサしているよう。との言葉で締めた。平野と神宮寺はこの日限りで事務所も退場する。キシはこの日自身のブログでジャニーズ事務所への在籍期間を9月30日までと発表した。5人体制の金プリ最終日。それぞれが自分の言葉でティアラにメッセージを届けた。長尾スポーツ。 キンプリ、5人最後の日に笑顔の集合写真を公開。ティアラありがとう。今日22日をもって5人体制での活動を終了する人気グループキング。リンチェプリンス同日自身の公式 SNS 更新更新。最後に5人が笑顔で寄り添うショットを公開した。平野の仕26。 神宮寺優太25は今日をもって事務所も退所、岸優太27、8月30日での退場が発表されたばかり。明日23日のデビュー記念日より長瀬恋24と高橋海人、米印公イコール橋小高24の2人でグループの活動を継続していく。午後11時に投稿された写真は、 テレビでの5人でラストパフォーマンスとなった NHK 総合の音楽番組メニュー101に出演した際のものとみられティアラありがとうのハッシュタグも添えられたこの日1日をかけファンからの感謝の言葉が数多くつぶやかれているキンプリ5人ありがとうや岩井 KP 公式チャンネル10億回がツイッタートレンド上位をキープ ジャニーズ公式サイトでは5人それぞれがブログを更新しており、思いの丈を綴っている。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。